こんにちは、モズクリニックドクターの吉江です。今日はモズクリニック実際に来ていただいた時にカウンセリングの前にしていただくプレカウンセリングシートについてお話したいと思います。いわゆる問診票のようなものですね、を必ず皆さんに書いていただいてます。まあイメージとして一般の病院でもおそらくその実際にお医者さんとかスタッフに会う前にですね、おそらく問診票って書いたことは一回もあるんじゃないかなと思いますね。まあこのようなものですね。実際のもの、これが脂肪吸引用かな。でこれが脂肪注入用ですね。で具体的にどんなことを聞いてるかというと、まあ、過去にその脂肪吸引だとかその美容整形ですねを受けた経験があるかどうかという聞いてる理由としては、例えば今まで脂肪吸引受けたことがある方で2回目の方とかは、まあ、1回目の方に比べれば当然一度やったことが経験があるのでさせていただく話も当然違うわけですよね。脂肪吸引初めての方、あとはさらには美容整形自体が初めての方っていうのも、中にはいらっしゃるわけで、経験に合わせたお話っていうのをさせていただくというのがやはり理想だと思いますので、そういったことも含めて今までの美容整形の有無っていうのは、本心で聞かせていただいてます。脂肪吸引で大事な部分になってくるのが身長体重ですね、BMA に関して取れてくる脂肪の量、あとは目指すラインっていうのはやはり個々の患者さんによってやっぱ全然変わっていきます。身長150センチで80キロからの方と身長170センチでね、40キロ台の方、目指してくる量だとかラインというのは当然変わってくるわけですよね。その患者様に一番近いような、まあ、症例写真だったりっていうのをご提示できるのがやっぱり一番理想だと思いますので、そういった意味では身長体重っていうのは大事な部分になってきますね。であとはタバコですね。タバコとか、お酒などの有無についても、お話聞かせていただいてます。あとは授乳経験の有無なども、実は大事な部分になります。特にこれは脂肪注入に関してですね、一度授乳を経験された方っていうのは胸が一度膨らんで大きくなってますので、一般的に入れれる量としてはしっかり入れれるんですね。皮膚が伸びてるからですね。あとはこれは美容外科、ならではかもしれませんが、予算の希望ですね、ご自身の予算の中でどのぐらいその理想を、に近づけるかいうのも大事な部分になってくるので、そういったこともお話聞かせていただいています。一番の不安が何かっていうのをこれからキャッチしようとしてます。あとはいつやりたいかとかも、そのなんでそのいつやりたいかになってるか、例えば、次の日に仕事が、まあ、ない方がいいとか、あとは1週間休みたいとかっていう方もいらっしゃるんですよね。患者様が何が不安かっていうのをこのプレカウンセリングシートからまあ、キャッチして、まあ、実際にお聞きすることもありますよね。でそれにお答えするっていうのがカウンセリングでは一番大事かなと個人的に思ってますね。と比較、まあ、比較も当然やっぱり見ます。いろんなクリニックによって治療方針っていうのはかなり別々だと思うんですよね。そのクリニック独自のやっぱりやり方っていうのはあると思います。うちだったらダウンタイムをなるべく短くして、痛みをなるべく少なくするっていうのがやっぱりコンセプトにしてますけれども、それぞれのクリニックがいろんなコンセプトだとか、方針っていうのがあると思うので、まあ自分に合った、クリニックっていうのを選んでいただくっていうのが大事かなと思いますね。結構大事な情報もあるものなので、しっかり書いていただければと思います。ただもちろん書きづらいこととかも当然あると思うので、その時は実際にその後カウンセリングすぐ始まりますから、その時に直接言っていただいてももちろん全然大丈夫です。